劇場版シティーハンターエンジェルダストピラルクー役の関智一とエスパーダ役の木村昴ですえもうシティーハンター大好きっ子なんでわっついにシティーハンターからお呼びがかかったありがとうございますという気分です木村君ははい別にさほど <laughs> なんでですか <laughs> なんでですか？あ、好きだったっけ？いや、僕前作も映画館で見てますし、あ、そうだ、そうなんですよ。あの神谷さんにもね、本当によくしていただいてますので、あのやっぱり嬉しかった。嬉しかったですよ。もちろんですよ。シティハンターってだってね、ね。やっぱ日本のこのアニメ界で確かにみんな知ってるタイトルだからね。ですよ。そこに出演が決まったということで。しかもコンビでね。そうなんですよ。嬉しいよね。コンビ歴18年になりますから。18年だから。はい。やっぱり。 一番はでも、あれだよね、もう大ベテランの先輩、何十年もやってるのに。まあ、変わらないというか、むしろ年々かっこよくなってるっていうかね。かわいくもなってるっていう、そこがやっぱり驚くよね。あとも、ウェルカムで優しかったよね。そこ、あの収録始まる前に、関さんと二人で。いや、やっぱちょっとこうミーハー心がね、うずくと、ついに再バリアと。ええ、い神谷さんと、いくらさんと一緒に。 こううやっってて収録にめるいいのはよねただよ、長年このキャラクターこの作品に携わってるお二人だから新キャラの僕らがパッ出てってセリフ言った時にいや、なんか違うなもう一回最初からやり直しとか言われちゃうんじゃないかって悪い妄想がそういう妄想が広がっちゃって二人緊張感が高まりすぎちゃってところがねところどめちゃくちゃ優しく迎え入れてくれて。 僕サインもらっちゃいましたからね。もらってた。はい、もう何回もお会いしたことあるんですけど。そうなんですよ。シティハンターでお二人に会うっていうのはやっぱ貴重なもんで、台本持ってって、はい、はい、表紙に二人のサインを入れていただいたりと書いてもらってました。め写真撮ったよねみんなで。みんなで集合写真も撮りましたし、僕に関してはあの神谷さんとイグラさんとライン交換しちゃいました。俺だってしたもん。ほ？俺もしたもん。俺はあの。 木村です」って送ったら「素敵なお芝居をありがとうございました」って返事来ましたもん俺だってあ全く一緒の文面に来たもんコピペじゃあ俺たち2人とも超良かったんだよってことですから、ね、そういうことだよ今回の劇場版もですね今まで以上にものすごいスケール感とあともうメリハリの効いたスピーディーな作品に仕上がってると思います この原作好きの皆さんもついにお待たせしましたというような内容になっていると思いますのでぜひぜひ足を運んで見ていただければと思います劇場でお待ちしておりますもちろんですねあのシティハンターが大好きな方々もご満足いただけるような最高に熱い物語になっていますし、えー、見たことがない人にはぜひこの機会に一度見てほしいなというふうに思います映画の公開は9月8日金曜日ですぜひ 映画館でご覧ください。